d n a の三浦大介監督が7日、試合前に取材対応し、8日の巨人戦、東京 D で先発を予定していた大貫慎一投手に代わり、吉野輝樹投手に任せると明言した。2年目の吉野は今季3試合に先発登板し、1勝1敗、防御率4、50の成績。8月23日のヤクルト戦、神宮、 では5回5安打2失点でプロ初勝利を挙げた。大抜きは6日、横須賀市内の球団施設、ドック、で調整していたが、同日に出場選手登録を抹消。球団は、本日の練習中に背中に違和感を訴えたため出場選手登録を抹消したと練習中にアクシデントがあったことを明かした。指揮官は、全員でやるだけ。 急遽の登板でもしっかり明日マウンドで結果を出してもらえれば全員で戦っていきますと期待を込めた。